ちょ来てんだお前。すいません、もう一回お願いします。お前今度聞こえない作戦だろ。少し リリース早くした方がいいね。トップ、はい、髪が強いから。押さえつけながら、押さえつけながら、前半のテールの位置ですね、あまり変えずにほら行きましょう。おお、よー、おお、近すぎる。はい、山周りから谷周りのところですね、一気にスピードキューすっいけー。中心の向き変えた時にスキーのかかとの位置止めて、かかとの位置止めて、オッケー、うまいうまい。いいと思うんで、うん、もったいない。濡れて寒いと思うんで、一応全体あと3本ぐらい。押し返す時に中心線構わない。そう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 、いいよ。山周りからちょっとね言い忘れちゃったけど、近いのね、今みたいにポールに変えないし、スキーの向きも変えないちょっと近すぎる。もう少し外から。はい、いいですよ。切り替えのタイミングちょっと遅くなる時あるんで、遅くなるとやっぱその次のターンが少なくきますんで、いろんなこと準備しやすくするためにも、ああまた言うの忘れちゃったけど、ちょっとね近すぎんのよね。作りで出してあげてね、それであとはもうキッチン開放して各自で作ってもらうパターン。高橋さん、だけど今の逆のエッジングにして、そこでやる気をつけてアクセルになると、ブレーキじゃなくて。うお、ケツ折った。潰れちゃうんだよ。両ももが同じ動作すると間があんね、潰れちゃうんですよ。外足伸ばし内足曲げってやつ。